魚の食べ方を教えてくれてる。No. No. The piel, no? They don't clean the small fish. They only clean big fish. It's the sardines, the same way to eat, okay? This is this. おばちゃんが丁寧に教えてくれてうまそう。ちなみに俺頼んだのこちらだ。 It's the same. Then you take. Okay? Okay. And then same way to do it. Yes, but don't need the bathroom. Okay. Perfect. 今ランニング中。天気は雨が止んだから走ります。いよいよ今週第2戦 MotoGP ポルトガルグランプリ、はい始まります。いやー、第1戦が終わって第2戦あっという間に来ましたね。あっという間だよ、本当に。まあね、今週このサーキットはね、ポルティマオは一回ウィンターテストで走ったんで、で、その時にこういいフィーリングがあったんだけど、雨降ったり晴れたりしてなかなかこう思うようにテストが進まずに、こう結構なんていうの、天候に左右されたテストになっちゃって、まあいいフィーリングで終えられたのもあるけど、まだこう煮詰めれてない、煮詰まってない部分があるから、まあ今週はそこの続きからしっかりセットアップして、まあある程度どういった問題があったのかっていうのを復習してきたので、まあ今週目指すはただ一つということで、今週頑張ります。おはようございます。見てこれ、え、見て、夜雨降ったのかな、ウェットコンディションです。コースはどうなんだろう、地味に乾きそう、いや乾かないかな、砂がすごいからさ、コンディションがすごい悪そうな気がします。私が作りました。今日はね、1本しか走れなかったんで、まあ、12番手かな。カタールから今回にかけて、まあセッティングとか、マシンのセッティング、サスペンションとかではなくて変えたところが、まああのあんまりいい方向に行かなくて気持ちよくは走れなかったんだけど、まあそれの中でもそんなに悪くはなかったから、こっちだよ、まあ明日いい感じに走れると思います。
これめっちゃ難しいじゃん。17番手。ちょっと苦戦しちゃってるから今。朝1本目めちゃくちゃコンディション悪くて、昨日雨降ったんだって夜少し、それですコンディションがあんま良くなくてすごい苦戦しちゃって、なんかそれをいまいち引きずっちゃって。 Q1 は良かったけどね。 Q1 良かった、 Q1 トップで終えられたけど、あれは別にその俺が速いんじゃなくてタイム的には全然遅いじゃん。だからまあ Q1 はもう微妙だったでしょ。まあ明日、ね、46秒3は速い。トップ何人かめちゃくちゃ速かったね。速い、 マジで。リダオリダオ、一緒ポイント、一緒ポイント。Yeah, I rotate here and then Vicente pushing out to the Fernandez, and then I was inside. Okay. Hello. Once he's done, it's your turn. Okay. No, the visitor. That's all.
Ray, you say disappointing way for the race to end. Firstly, how are you? And just talk us through what happened. そうですね。まあ17番手からレースをスタートしたんですけども、まあ、1周目順位を上げていったんですけども、まあ、1周目に、まあ、1台の間にぶつけられてしまって、まあ、そのまま転倒と、まあ、非常にこうペースには自信があったので、もったいないレース、まあ、転倒してもったいないレースになってしまったんですけども、まあ、今回の転倒は何もできなかったので、Thank you.